あまりにもふざけてる人はええんですけど違ってたから、はい、こんなに和やかで楽しいムードでってやっぱり真剣な話をする時にはする、うん、で自分のいいところも悪いところも、うん、子供たちに素直に話していける、うん、でいいところも悪いところも子供たちのところを褒めてあげたり、えー、修正してあげたり。 本当の言葉を語っていくってことがやっぱり必要ですね。いこまたまた一つなんかこの新しい日本の時代のなんか指導者。はい。なんかそんな感じがしましたよ。じゃあのちょうど小賀塾の入塾届持ってきますから。いやいあのちょっと書いていただいて。いやいやいや。はい。 いや私はまた違う畑で一生懸命頑張ります,す、はい、ここで投げ飛ばされるのはもう54 <laughs> になりますんで、はい、<laughs> もうそろそろ楽な人生で、はい、<laughs> <laughs> いどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました,あましたお世話になりましたすごい楽しかったな